大賀広史2017年7月31日は、日本の声楽家、音楽教育者。日本オペラ協会の創立者であり、長年総監督を務めた。妻は、大賀光子。京都府京都市出身。1955年、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。長戸美穂歌劇団公演、ドボルザーク、ルサルカ日本書演や、 藤原歌劇団青年グループへの参加など、バリトン歌手として多くのオペラ公演に出演する傍たら、1958年教育オペラ協会を設立。1960年教育オペラ研究会が日本オペラ研究会に解消。1970年日本オペラ研究会が日本オペラ協会に解消。 1972年頃から歌手からスタッフへ活動を移していく。1977年日本オペラ協会総監督に就任。1981年、藤原歌劇団と共に財団法人日本オペラ振興会に事業を移上し、日本オペラ協会は同財団のオペラ講演事業部門における日本オペラ部門の名称となり、団体としては消滅する。 新法人への事業以上の後も、引き続き日本オペラ協会総監督として、一貫して日本オペラの創造、日本語商法の確立を願いとして、活動を続ける。日本オペラ協会が所演した日本オペラは数多く、1965年に開始した日本オペラシリーズでの主な制作作品としては、牧野豊、黒塚、所演、三木実。のる、 春金賞初演、水野正隆、天使物語、初演、三木実、のる、あだ日本初演、原吉俊氏、岩う歌が流れる夜に初演、水野正隆、美女と野獣初演、原吉俊氏、よさこい武士初演等がある。第11回より、日本歌曲連続演奏会5月までに69回開催、の監督指導を務めた。百八十八年十月、 日本オペラ協会のワルシャワの秋音楽祭参加では団長を務めている。公益財団法人日本オペラ振興会常任理事、公益財団法人、新国立劇場運営財団評議員、上野学園大学講師、一般社団法人派の会日本歌曲振興会日本歌曲コンクール審査員を歴任した、昭和音楽大学名誉教授、音楽教育者として、 日本歌曲集や同様、昇歌の編纂や著者の執筆も手がけている。文科生としては、二見忍河井玲子、十日、谷雅子、千葉博樹、鈴木芳恵、成田博之、内木由美子、里子上島、広本、純子、高山由美子、橋本博史、小田上幸、広瀬美奈子、竹井祐希などがいる。2017年7月31日、心臓病の試し去、 88歳没。葬儀は、近親者のみで執り行われ、同年9月10日に、大賀博先生お別れの会が東京、西浅草の東本願寺寺公殿で執り行われた。2018年5月の日本歌曲連続演奏会、第68夜は、大賀博前奏監督を偲んでと題して行われた。ありがとうございます。